え、なんか画は面にさ、い。はいはい。ああ、大丈夫になった。はい、すいません。じゃあ一ついいですか。はい。3人で飲むことは普段からあるんですか？ない。ないか。ない。大体こう、ライブの打ち上げとか行ったら、誰かはスタッフと飲んでてとか、誰かはなんか、まあなんかメンバーは固まっては座んやけど、なんかこうバラバラに飲んでるような感じ。2人ともそのサービス精神が強いって言ったらなんかいい言葉なんか分かんないですけど、やっぱそのメンバーよりもサポートメンバーとか、今回初めてツアーで一緒に回った人とかスタッフの人とかとやっぱ率先して話したりする機会を進んで設けようっていうところがすごい大きいと思うから。なんとなくわかると思うんだけど、やっぱそのコミュニケーションベタやねんね、みんな。せやな。だからこそ、でもなんとか進んでいかなあかんとか、やっていかなあかんから、自分らもこのご時世に一番違うねんけど、リハでも全部打ち上げしたりとか、ライブ会場でも、ライブ行っても絶対打ち上げだったりとか、ツアーとか回ってても、なかなか話せる機会がないスタッフさんととか。やったらその場でなんかちょっと話すみたいなのが当たり前のようにやっぱ思ってるし。その友達と飲みに行ったらだらだらまあ飲むやん。やっぱり楽しく。で、そういうのとこうライブの打ち上げっていうのはちょっとだいぶ違う。で、そのこれは一般論やけど、ライブ一本やったらすごい量の多分その脳内物質が出て、カロリー使って、要は、躁状態になるわけですよ。そうね。そうそう。パーンといったときに、それを、たしなめてくれるもの、寝れるようにしたりとか、その日寝れたりとか、バーン頑張った分、その翌日ライブあるときとか、翌日別の仕事あるときとかに、切り替えなあかんけど、そのライブ、E ライブできたときは、まあまあいい感じでこう収まんやけど、ちょっと消化不良とかストレス溜まるライブやったときに、こう、そういう感じで持っていくのに、ライブで使い切らんかったときに、打ち上げで相当飲まなあかんかったりとか、